庭長茂は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、庭長秀の長男。元気二年、織田氏の合心、庭長秀の長男として誕生。主君、織田信長の死後は、父、長秀と共に、橋場秀吉に従い、天正十一年の静ヶ岳の戦いや天正十二年の小牧、長久手の戦いに出陣した。天正十三年、 秀吉から、橋場姓の名字を与えられた。同年に、父が死去し、越前国、若狭国、加賀国に軍百二十三万国を相続した。ところが、同年の対笹成政の越中征伐に従軍した際、家臣に成政に内容した者がいたとの疑いをかけられ、橋場秀吉によって、越前国、加賀国を召し上げられ、若狭一国十五万国となり、 さらに、重心の長塚正江や溝口秀勝、村上頼勝らも召し上げられた。さらに、天正十五年の九州平定の際にも、家臣の老跡を理由に、若狭国も取り上げられ、わずかに、加賀松島四万国の正大名になり下がった。これは、秀吉が庭氏の勢力を削ぐために行った処置であると言われている。天正十六年、豊臣政を下手された。その後、 秀吉による小田原征伐に従軍した公によって、加賀国小松12万国に数を違法され、この時に十三位、三位、加賀守に、ジョイ、任官されたため、小松最小と称された。慶長三年に秀吉が死去すると、徳川家康から前田利長官視の密命を受けている。慶長五年、関ヶ原の戦いでは西軍に組みして、 当軍の前田利長と戦ったため、戦後に一旦改役となる。慶長八年に、日立国公あたり一万国を与えられて大名に、復帰し、慶長十九年からの大阪の陣では武功を挙げた、ため、1617年、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の乙義衆として、細川京元、佐久間安政、立花宗茂らと共に抜擢される。その後、年に、 日立国江戸崎二万国、元那八年には、道の区国田倉五万国にそれぞれ数を違法される。長茂の出世を知り、各地へ離散していた旧和家の家臣たちが、長茂の元へ戻ってきた。それまで、長茂は、立花宗茂が居城としていた赤勘城を使っていたが、新たな城の築城を決め、そこから南にある地光図明人の境内に、 新たな城を築城することを決意した。この地構図明神を動かすことで、住民と門着が起こったが、長重は、別当の高松一族から高松領厚氏を過労として登用し、彼の主導で明人の戦宮及び城の築城を行わせた。この城が、後の棚倉城となる。ところが、官営予年に、合図藩のガモウ・タダサトが着手なくして死去し、 ガモ氏は改役される。その領地に加藤義明と長重が移り、長重は白川十万七百国となった。結局、築城中であった田名倉城は放置され、その後移ってきた内藤新章によって完成した。白川に入ってからも各地へ離散していた庭家の旧進たちはますます集まり、加えてガモ家の旧進なども召し抱えたこと。 白川小峰城を築城したことにより、庭家の財政は逼迫したという。官営十四年ウルー三月六日に死去した。去年十七、あと、古、三重が継いだ。庭長重関ヶ原の戦いで領土を失った大名のうち、数少ない大名として返り咲いた武将であった。さらに、それらの中でも、最終的に十万国以上を領したのは、長重と、 立花宗ナのみであり、そのことは特筆される。長重は追記技術の高さを評価されていた。彼が築城した田倉城、白川小峰城はいずれも城としての質が高い。田倉城は西側が急峻な崖であり、守りに適した立地条件を持っていた。白川小峰城は総石垣造りの城で、これは東北地方では、 数少ない作りの城であった。こうした追記技術は、幕府側からも評価され、道の区の入り口である幼少に、長篠は領地を与えられたと指摘される。死去に際して、子息家臣に、将軍の王も第一として、幕僚と円滑に付き合い、徳川幕府への忠勤に励め、しかし、起点を聞かせすぎたり、小尾へつらうのは良くないという遺言を残している。河合厚氏は、 この遺言にも、長重の堅実で実直な人柄が現れていると、表している。浅井縄手の戦いの後、講和のために、前田氏から人質として、前田俊爪が使わされた。俊爪は、前田俊家の子ではあるが、他の兄弟と違い身分の低い側室の下に生まれた、諸子であった。小松城に抑留されていた人質の俊爪に、長重が、 自ら梨を向き与えたことがあった。年常は晩年まで梨を食べるたびにこの思い出を話したという逸話が残っている。ありがとうございます。